ボタン型電池ボタン型電池の構造ボタン型電池は電池の形状による分類の一つでボタン型のもの。コイン型電池、豆電池とも言う。直径が小さく厚めのものをボタン型、直径が大きく薄いものをコイン型と区別することもある。ボタン型電池の多くは一次電池である。一次電池のものは乾電池の一種だが、 通常乾電池とは呼ばず、大きく細長い通常の乾電池と区別される。ボタン型電池は、形状や電圧が規格化されている。大きさは、極めて小さい。丸く、薄いものが多いが、リード線や基板に取り付けるための足がついているものも、ある。内部構造は、リチウム電池、アルカリマンガン電池、酸化銀電池、空気亜鉛電池、水銀電池などがあるが、 水銀電池は安全性の観点からあまり用いられなくなってきている。リチウム電池は 3V の初期機電力を持つ。高級ボタン電池は小型であるがゆえに、電源の容量が通常の乾電池などに比べて小さいため、消費電力が小さく、外部電源とは、独立した状態で電源を必要とする製品に用いられ、とりわけ小型の製品に多く用いられる。 pc などで動作する時計や各種機器のバックアップメモリのデータ保持などの電源にも使用されている。ボタン型二次電池は自身で充電機能を持つ小型機器に使われている。単独で店頭では販売されず専用の充電器も存在しない。nec pc-9801 pc-9821 シリーズのバックアップ電池は大半の機種が リチウムボタン型二次電池のため、20年以上経った、現在でもノーメンテナンスで、稼働可能な要因の一つとなっている。ボタン型電池の規格は、総数、電池系、形状、寸法で表される。例としては、LR44、CR2032 などである。総数は、積層電池のみ、内部の電池の数を表す数字がつく。単電池は何もつけない。 電池系は化学構造を表す。ボタン電池に使われるのは次の通り。形状はボタン型電池では常に R である。寸法は基本的には直径と厚みで表す。例えば CR2032 は直径 20mm、厚さ 3.2mm である。固有の記号が定められている寸法もある。ボタン電池のものは以下の通り。 リチウム電池を除くボタン電池は銀などの貴重資源が含まれている。このため回収を目的として店舗等に設置されている回収管で回収されている。店舗としては家電量販店やホームセンターがある。ボタン電池には性能、品質の理由から現在もなお水銀が微量に用いられている電池が存在し、電池工業界では専用の管を用意して、 ボタン電池回収に取り組んでいる。廃棄前には上下の部分にテープを貼って絶縁しなければならない。コイン電池による発火の事例がいくつか存在し、保存時は全ての電池にテープを貼るなどして絶縁する必要がある。また、ネックレスやヘアピンなど他の金属製品との保存も短絡の発生を防ぐためには避けるべきである。ボタン電池の使用を誤って火災に至ったとされる。 事例として、2018年11月28日で、大阪府水田市のホームセンターで発生した火災では、盗難防止タグや、使用済みのボタン電池が複数同じ袋に入れられ、それらの電極の接触による、短絡電流で出火した疑いがある。一方で、乳幼児がボタン電池を誤飲する事例も報告されており、メーカー側では、容易に開封できないパッケージを製造するよう、 ガイドライン化されている。コイン型リチウム一次電池やボタン型アルカリ電池などの大型電池は小さな子供が興味を持ちやすく口に入れて飲み込んでしまうこともある。しかし誤った取り扱いをすると人体に重大な損傷を与える可能性がある。飲み込まれた電池は粘液や唾液などの体液と反応して回路を形成し人体の組織を溶かしてしまうのに十分な 強さのアルカリ成分を発生させる。それによって、化学やけどや、粘膜組織の損傷、重症例では、食道と器官の間に空いた穴が貫通し、最悪の場合に死に至る。キープアウトブリーチオブチルドレンジス規格では、電池の取り扱いの安全性に関する注意事項、及び、それを表示することが規定されている。例えば、JISC8513 では、7.2、 電池取り扱いの安全性に関する注意事項として、電池は乳幼児の手の届くところに置かない。と記載されており、乳幼児が飲み込む可能性がある。小さな電池は乳幼児の手の届くところに置かないこと、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に連絡し、指示を受けること、電池を飲み込んだ場合は直ちに取り出さなければならないことが記載されている。 さらに、大人が監視していないところで、子供に電池の交換をさせないことも記載されている。この安全図記号は、電池は乳幼児の手の届かないところに置くという注意喚起を保護者に行うことを目的としている。ありがとうございます。